展望台から見た空港施設航空科学館は台湾東園市大園区にある台湾東園国際空港の敷地内にかつて存在した航空機に関する博物館である。将来、海軍桃園基地跡地に新航空科学館が建設される予定である。航空科学館は中華民国交通部民間航空局によって設立された。 開館は1981年10月31日であるが、この日は小会席の誕生日でもある。また、台湾東園国際空港の開館当時の名称が小会席の号である中西にちなんだ中西国際空港であったため、開館当時の名称は中西航空科学館であった。航空技術に関する資料が展示されている。レプリカや 模型の展示が多いが、中華民国国軍で運用されていた、軍用機や航空局で運用されていた C-47 といった輸送機、独自開発されたジェット練習機が展示されていた。完成塔の形をした塔は、展望台であり、空港内で唯一滑走路に離着陸する航空機を見ることができる施設であるが、ガラスで密閉されている上、入場できるのは、 科学館の入場券購入者に限られていた2014年を閉館。ありがとうございます。